皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回は名古屋グランパス編成の話ということで柿谷陽一郎選手木本康樹選手完全移籍にて加入ということで公式発表がついに来ましたグランパスのオファーについてはこれまで複数報道が出ていましたが、まあ、ついに公式発表があったと。で 例年の動向を見ていると、まあ、年末のこの、 あたりの週から年明けの1週目10日あたりくらいまでっていうところで、えー、と契約の更新だったり新加入だったり移籍っていう話が立て続けに出てくるという時期だと思うのでまあここからチーム指導までぐらいですかねあのー、まあ毎日のようにあのスマホをチェックしながら LINE で、あのー、メッセージ届いてないかなっていうようなチェックをする期間が。 ついに始まったかなというところだと思います。で、今日発表のあった一人目、柿谷陽一郎選手、ついについにグランパス加入ということになりました。まあ、2年越しのオファーが実ったというところでしょうか。柿谷選手に対するオファーについては286回でも触れていますが。 まあ、柿谷選手、超のつく有名選手です。で、セレストのエースナンバー、まあ、エースナンバーというか、本当に重みのある特別な背番号をつけている柿谷選手が、国内の同一リーグの移籍を決断したということで、これはやっぱり柿谷選手にとって非常に大きな決断だったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、さまざまなことを考えて 当然残るあの選択肢もあったと思いますその中でグランパスに移籍しようと決断したということはやっぱり大きな決断だったと思いますでまあ当然かなりあのーネームバリューもある選手の加入ということで、まあ、事前報道はあったんですがいざ実際に加入正式発表を来ると本当に お柿谷選手、来たのかと、あのー、気持ちが高まると言いますか早くねグランパスのユニフォームの,すの姿を見てみたいですしピッチで活躍する姿を見てみたいなと思います、まあ、柿谷選手、名前でプレーで観客を呼べる選手なんじゃないのかなと思っています。 でそんな柿谷選手なんですが、まあ、グランパスにおいてどのような役割を求められるのかなと見ていくと、まあ、おそらくはトップ下だったり、まあ、一番前ということもあるんでしょうが、まあえー、と攻撃的なポジションの。 中央なななのではないかなと思っております今所属している選手でいうと阿部選手だったりシャビエル選手がこなしている役割を柿谷選手も求められるというようなことになるのではないでしょうかまあもちろん柿谷選手の特徴があっての話なんですけれどもポジションとしてはそういったところになるんじゃないのかなというふうには思いますまああのー、で期待される とととととこころろいいううやっぱり得点アシストというところですよねゴールに直結するプレーというのが求められるということになると思います。でそういった意味で言うと今シーズン柿谷選手リーグ戦は1ゴールにとどまっているのでやっぱり本人としてもまだまだできるとこんなはずじゃないという思いもあると思いますしあのそういったところも含めて環境を変えて。 再起を図るというようなあのところもあるのではないのかなというふうに思います、まあ、柿谷選手 J1 で20得点以上上げたシーズンもありますしあのシュートの技術得点感覚っていうのは秀でた選手だと思いますで阿部、まあ、選手シャビエル選手ポジションを争うライバルという面もあるんですがやっぱりその組み合わせですよね安倍選手 柿谷選手、シャビエル選手、柿谷選手っていうようなねあの、組み合わせで考えるとやっぱり相性もいいのではないのかなというふうに思います。やっぱりかなりテクニカルな選手なので阿部選手、シャビエル選手とはね、その辺あの、呼吸が合うというかね、プレーが合うんじゃないのかなという相乗効果が生まれるのではないのかなという期待が早くも持てるかなと思います。まあ、とはいえ、 あのグランパスフィッカデンティ監督当然守備のタスクが求められるとで中央に入る選手の場合はやっぱり奪いに行く直接そこで奪ってしまうというよりはあのスイッチ役守備のスイッチ役としてまああのファーストディフェンダーとしての役割が求められるまあ具体的に言うとプレスに行くタイミングだったりね方向性 ととかあのいうとこが求められるそうなってくると相手チームのポジショニングも把握してなければいけないですし自分たちのチーム後ろにいる選手ですねがどういったあの状況要は1人で当たりに行っても意味がないですからちゃんとあの後ろの選手もついてこれるというかね連動していける状況なのかで相手の並びがどうなのかっていうところであのその状況に応じた的確なプレスというのが求められると 思います。でうん柿谷選手私はあのー、非常に賢い選手だと思うので何、あのー、て言うんでしょうフィジカル的に強くてボールを奪い取るみたいなプレーは決して得意ではないと思うんですけどやっぱり全体を見て今自分がどこに立ってどうプレスをかけると相手が嫌なのかグランパスにとってプラスなのかっていうのはあのー、よく分かっている選手だと思うのでそういったプレーっていうのは決して苦手ではないと いいう,うに思っていますその阿部選手なんかもやっぱり何て言うんでしょうあ頭がいいあのサッカーを考える能力が高いのであの非常にプレスがうまいと決してフィジカルであの守備をしているっていうタイプではないと思うので柿谷選手もそういったプレーはできるんじゃないのかなというふうに 思っていますそのフィジカルでボールを奪いきるあのフィジカルでというか運動能力だったりあのボールをダッシュする能力というのはあのグランパスは優秀なボランチが2人あの控えていますのでそこでボールを奪うためのファーストディフェンダーとして何をすべきかというところが求められると思うのでそういったプレーは柿谷選手十分にできるんじゃないのかなと思っております。 なので、やっぱりね、そういった守備のタスクの面で監督の要求に応えてグランパスでやっぱりその圧倒的な攻撃的なセンスというんですかね柿谷選手が本来持つ才能、技術っていうのを大いに発揮してほしいなと。まあ 輝きを取り戻してほしいっていうとまあなんていうんでしょう過去に戻るっていうような印象はあるんですけれどもまあそうではなくてさらにさらに柿谷選手の良さっていうのをどん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 あのグランパスでさらなる成長というかね良さをどんどん出してほしいなという風うに思いますまあ本当に柿谷選手がグランパスでどんなプレーをしてくれるのかなっていうグランパスの攻撃陣に柿谷選手が入った時に どのようなまあ、価格反応というかね、が起きるのかなというのが本当に楽しみな選手、あのー、お金を払って見に行きたい選手が入ってくれたなという印象です。柿谷選手、グランパスでの活躍を本当に期待しています。で続いては木本康樹選手、柿谷選手と同時に加入が発表され、 ましたで、一般的なニュースバリューとしては正直、柿谷選手の加入というところの方が大きいと思います、思いますが、木本選手の加入を待望していたグランパスファン、サポーターの方というのは、実は多いのではないのかなと思っておりますす私もその1人ででとということです。 で、木本選手、基本的にはセンターバックとしてのオファーだと思います。ただ、今シーズン、ボランチでもうあの多くの試合に出場しているので、あのボランチもこなせると、で足元の技術もしっかりあるということなんだと思います。で、今季のグランパス、センターバックはもう丸山選手、中谷選手が全試合フル出場ということでした。ただこれは本当に2人が あの怪我もせず過密日手の中でしっかりコンディションを整えてかつ余計なカードももらわずということで本当に完璧な仕事あのプレーをしたからこその結果だと思っていますなのでやっぱり2人への負担っていうのは相当大きかったと思っています で何て言うんでしょう、あのー、怪我もなかったですし、カードももらわなかったっていうところで、あのー、同じようなことを来期も求めるっていうのは、あのー、不可能だと思いますあの。来期も今期以上のね、ひょっとしたら過み日ぎって,っていうのが予想されるので、あの今期と同じような稼働を2人に求めることはできないですし、そんな稼働させるべきではないと。 あの、そんなことを続けていけば本当に2人の選手生命を削っていくようなね、あの、今季はシーズンだったと思うのでそんなシーズンをあの、2連続でというわけには決していかないということだと思うのでやはりセンターバックの補強グランパス必須だったと思っています。で、その、 生半可なレベルじゃ足りないと丸山選手、中谷選手に割って入れるだけの実力を持つセンターバックっていうところが必要だったと思っています。で、まあ、木本選手、本当に能力も高い選手だと思いますしあと年齢面ですね、年齢、木本選手27歳ということで丸山選手、中谷選手のね 年齢を考えたときに本当にちょうどいいあの年齢かつ能力の高いセンターバックということでまさにグランパスが欲していたセンターバックの選手だと思っていますでまあ、丸山選手と中谷選手というのは本当にもうずっとコンビでやっていてここのコンビというのは盤石だと思いますもうあうんの呼吸みたいなものが出来上がってるんじゃないのかなと思っています なので、この2人に割って入るというのはあのー、木本選手、簡単ではないと思っています。ただ、やっぱり木本選手の加入で、センターバックのレギュラー争いというのは、一気に激しくなるのではないのかなと思っています。で、そこに当然、私としては藤井選手も割って入ってほしいと思っている。ただ、本当に実績も実力もある選手なので、藤井選手として、なかなか。 手ごわいなという感じでしょうが、まあ、ここであの簡単に引いているようじゃ藤井選手もっていうところだと思いますしあの藤井選手の,あの成長を考えた時にレンタル移籍っていうのもあるのかもしれないですけれども今の,あの、まあ、千葉選手が移籍をしていったっていうところを考えた時に藤井選手をうんレンタルする余裕がグランパスにあるのかなっていうところは。 あのちょっと疑問なので、まあ、それはちょっとどうなるかわからないですけれども、基本的には藤井選手、ここでしっかりと争ってほしいなと思っています。まあ、ちょっと話が藤井選手のところに逸れてしまったんですけれども、それだけグランパスのセンターバックのレギュラー争いにインパクトを与える木本選手の加入だと思っています。で、当然、木本選手にはそのバックアッパーとしての役割ということが期待されているわけではなくて、もう、 ここの2人に割って入って、ポジションを奪うぐらいのあの活躍が期待されていると思っています。あのー、本当にあのー、でそうなることによって、あのー、3人で回す。4人で回すっていうことが可能になってくると思うので、そうするとやっぱり各選手のコンディションも保ちながらいい水準での守備が。 保ててるるととといううことになってくると思うのであの2人がずっと出ずっぱりっていうのは本来こういったあの日程ではあ,のありえない話だと思うのでうまく3人4人で2つのポジションを回していってほしい。で 多少、我とだったりコンディションが落ちたときにはすぐに、ね、変わって入れるという体制を整えてほしいなとあのそういうことでうまく回していってほしいなというふうに思いますでかつ木本選手の加入によってそれが可能になるんじゃないのかなというふうに思っていますなので木本選手にかかる期待というのは非常に大きいと思っています木本選手の活躍にも期待したいなと思います はいでついにまああのー、正式発表、公式発表が来たということで、あのいよいよ加入の話が出始めたということですね。で今回の2人は、事前に報道のあった通りの選手の加入となりました。なので、これまで報,報道が出ている他の選手の加入への期待も高まるということですね。で、まあ 今後、まだ当然動きはあると思いますし、あのー、どの選手が何人かというのは全くわからないですけれどもまだ、あのー、数人加入するんじゃないのかなと、まあ、なんとなくですけれどもねなんとなく思っていますただ、とはいってもクラブの選手の保有数には上限がありますし、あのー、ピッチに立てる人数は11人ということなので いい選手をただ獲得すればそれだけで強くなるというほどサッカーは簡単ではないということだと思いますでまあ優秀な選手が増えるとその分組み合わせも増えてきて選択肢も増えてくるということなのでやっぱりこうなってくると監督の手腕が まさに問われると監督としてはそのベストの組み合わせまあベストワンを決める必要は必ずしもないのかなとこういった時にはこういう組み合わせこういった相手に対してはこういった組み合わせやっぱり戦術の引き出しを多く持っておくということが求められるんだと思います来期は ACL での戦いもありますしあの何て言うんでしょう J リーグの だけの戦いではなくてね別の,あの激しい戦いだったりその勝ち点1を取りに行ったりとかなかなか状況に応じたサッカーをしていく必要がある、あのー、来季になっていくと思うのでさまざまな組み合わせ、あのー、をの あの見つけ出して欲していな戦術の幅を広げてほしいなというふうに思いますし優秀な選手複数入ってきたのであればやっぱりあのそれをうまく使ってあのいろんな選手多く使って各選手の疲労度をマネジメントしてほしいなとあの今シーズンもねあの怪我で。 どううしししてても選手離脱してしまうでそうなるとグランパスきつくなるっていうところがあったのでそうならないために怪我をする前に少し休ませてあげるとかねそういったマネジメントができてい,けるできていくようなあの戦争になっていくといいかなというふうに思います。で、まあ、いろんな選手入ってきてあのどういうサッカーをっていうところはあるんですけれども、まあ、そういう意味で言うと今期フィッカデンティグランパスっていうものの骨格は示せた。 とように思います。なので一からサッカーをまた作り上げていく一から組み合わせを考えていくっていう必要はないように思いますこの辺りはあの今期の積み重ねがあるっていうのはあの大きいのかなとあの今季良かった部分は多いと思いますしまあ守備の部分だったり、まあ、攻撃の部分も良かった部分はあると思うんですけれどもあのやっぱり そこを基準にさらにあの積み上げていく悪かった部分を補っていくっていうことになっていくと思うので一つ何て言うんでしょう骨格があるということは来季の,あのチーム作りに向けてスムーズに進んでいくところなんじゃないのかなと思いますなので、まあ、あの今季いいサッカーできていたと思うのでそれをさらに進化させるようなあの補強 かだったり、あの選手の組み合わせっていうのを見つけていってほしいなというふうに思います。攻守ともにね、根拠を上回るようなねチームを作っていってほしいなというふうに思っています。で、まあ選手の加入の話はまだまだ始まったばかりだと思いますのでね、今後来年に向けてさらなるあの発表というものに期待したいなと思っております。 はい。そんなところで佐藤のラジオ第298回。今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。